はい、こんにちは、皆さん、森蔵です。今日はちょっとお店がまだ空いてる時間帯なので、マスクをした状態で、今からお客様もいらっしゃるかもしれないので、マスクした状態でやらせていただきます。ちょっとこれ今ずっと貼ってたんですけど、このあのこの貼ってた箱、これ抽選ボックスです。今日ですね、あのステッカーの方が完成して、それを実際あのこんな感じで仕上がってきたので、これあのお申し込みされた方向けの、抽選会を今からやらせていただきます。この申し込みされた方に、こちらの方でご用意させていただいたプレゼントを抽選会で、やらせていただくっていうお話をしたんですけども、それ今から、開催しますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、ちょっと早速なんですけど、今日商品のね紹介の方からさせていただきます。まずこちら、釣り人向けの抽選会をまずやります。でちょっとですね、全体のあの中で釣り人じゃなかったかなっていう方が4人だったんですが、まあ4人の方だったらもう全部一緒にまとめてやってしまおうかなって思ってるので、この当選オリジナルの30のツインフックをまず皮切りに、ですね、以前ですね、ちょっと YouTube の方でお伝えした、YGKX ブレードさんのキャンペーンに投稿したら P ラインがもらえるっていうやつで、実はですね、これもらえた、あのプレゼント当たったんですよね。当たったのでこちらいただけたのと、これをプレゼントに、うちのプレゼントの方に使ってもいいですかっていうお話を聞いたら、OK だったので、これも付けさせていただきます。はい、これ6号の P ライン 300m ですね。これもつけますので、これもその釣り人向けの抽選会の時にやらせていただきます。これとこれですね。はい、であとその X ブレードさんの方から、こういうストラップとステッカーもいただいているので、それも全てやらせていただきます。おしゃれメガネあ、これ誰だ、あー唐揚げさん唐揚げさんね、見てるでこのツイグ関係の抽選会やった後に、一度その当選された方全員の分をこの抽選ボックスに戻して、宮古島の雪塩、これね勝手にちょっと使わせていただきました雪塩さんね、これ中は段ボールなんですけど、こういう感じでちょっと自分で作って抽選ボックス作りました、はい、これにこのですね、実は皆さんの分、これ全部ねこうやって抽選カードを用意させていただいたので、これをボックスに全部入れて、でそれをまた再抽選する形でやります。なので最初は釣り具の抽選をやって、その後に当選オリジナルのナイスキャッチコーヒー、これまた20名様、あ、そうか、このツインフックは、10名様ですね。でこの P ラインが1名様で、この X ブレードのステッカーが、6名様と、このストラップが1名様、合計で釣り具が11だから18名の方に釣り道具が当たる形になります。でその方で全部一回抽選箱に戻してもらって、このナイスキャッチコーヒーを、20名様の、抽選会をやります。で最後にですね、このこれですね、これちょっと今日いいやつを買ってきました。予告通り宮古島のキーツマンゴーです。キッズマンゴーに関しては、最後の方にまた説明しますので、ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じで1個のね玉がすごく大きなマンゴーなんですけど、緑色だけどね、アップルマンゴーより甘い、キッズマンゴーです。これを最後に1名様の方にプレゼントさせていただきます。ちょっとね早速やっていきたいと思いますが、このですね、抽選カードを今全部抽選ボックスの中に、入れまして、まあ、これちょっといろんな方いらっしゃいます。見せちゃっていいと思うんで、見せていいかというかな、ですね、あ、これね、愛媛県のピナさんとかね、ちょっとこれこの方は僕のお客様、うちのお客様で知り合いなんですけども、まあとか、あとですね、大阪府のガンチさんとかね、まあ申し込みされた方の名前、皆さんの分ここにありますんで、これを全部一回ですね、この抽選ボックスに入れちゃいます。ちょっとね、バラバラっと入れます。バラバラっと。
こんな感じでね。で、中でちょっとシャッフルしちゃいます。これね、前も後ろもね、雪塩のこれを貼ってあります。はい。手作りです。何人見てるかな。結構見に来てますね、皆さん。なんかやっぱライブ配信を緊張するめちゃくちゃですね、なんかあのコメントとかもしあったら入れていただければ、あのそれを読んだりする余裕ありますのでぜひお願いします。ではですね、もう早速じゃあ始めていっちゃいましょうかね。まずですね、ツインフック、このツインフックの方から、10名様選ばせていただきます。じゃあですね、この抽選箱にちょっと適当にシャッフルした抽選箱の中から振りますね。じゃあまず1名様、最初の1名様、東京都の、ね、これちょっとあのインスタライブ、自撮りの角度にすると、反対になっちゃうので読みづらいと思うんですけど、東京都の、ジョン4563ですね、おめでとうございます。これあのツインフック送らせていただきますので、ステッカーと一緒に送らせていただきますので、楽しみにしてください。ちょっとですね、これまず、ね、この当たった方には、はい、いいよ大丈夫だよ、この青印、これ青印釣り具が当たりましたよっていうね、感じれますんで、後からまた再抽選するときにここにもう一個つけば別の景品も当たってるっていうことになりますんで、じゃあこれまずジョンさんですね、おめでとうございます。で、2人目、はい、大阪府の BB 屋さんですね、大阪府 BB 屋さん、ツインフック当たりました、おめでとうございます。こちらもちょっとアナログにね、ちょっとチェック入れていきます。こんな感じです。はい、青いね、印がついてる方は当選者ですね。はい、じゃあ3人目、大分県の小猿さんです。小猿さん見てますか、おめでとうございます。この30フックお送りさせていきます。はい、じゃあどんどんいきますね。台風ね、あれですね、台風、台風ですか、もうね、過ぎちゃって、今はそよ風、まあ、まだ港に行ったらすごい風も吹いてますし、波もあるんですけど、まあ、あの朝方結構ね、20メートル以上の風吹いてたんですけど、今はだいぶ落ち着いてきてます。はい、なので、心配はないと思いますので、大丈夫です。ありがとうございます。4人目です。沖縄県のフルケンさんですね。はい、おめでとうございます。まあ、この時期の台風として4号で小規模っていうのはなかなかちょっとやっぱり珍しいなって思うんですけど、本来はやっぱりもうこの時期7号8号が少なめで7号8号多くて10号ぐらいが来てる時期なので、まだ4号で、しかも、ね、あのこの後の予報を見るとあんまりまだ発生する感じがないので珍しいですよね、今年はね、本当にね。じゃあですね、5人目、愛媛県の黒本さんです。クロちゃん当たったよ、クロちゃん、これ知り合いですね、クロちゃん、もともと僕が前働いてた会社で働いてたことのあるね、元同僚ですクロちゃん、おめでとうございます。じゃあこれいきますね。じゃあ次、ね、ちょっとかき回しますね、もうね中入っちゃってるんで、僕のね見ないで手でね選びます。はい、静岡県のカズさんですね、おはようございます。6人目カズさんです。じゃあ次7人目いきます。7人目、ですね、はい、じゃあはい、はい、静岡県の原田さん、はい、おめでとうございます。今のところ順調に皆さん釣り人ですね、釣り人じゃない方が4人いらっしゃるんですけど、その人に当たっちゃったらどうしようっていうのもあるんですけど、ちょっとなんか分けるの前なんで皆さんに当選する権利があったらいいかなと思ってやってます。はい、静岡県の原さん、おめでとうございます。じゃあですね、7人と8人目、次8人目です。あ、東京都の爆破さんです、おめでとうございます。爆破さん見てますか爆破さんね、知ってる方は結構知ってるんじゃないかなと思うんですけど、爆破さんです、おめでとうございます。これで8人ですね、ツインフックが今選ばれてます。次じゃあ9人目です。はい、あ、来た、東京都お兄ちゃんさんですおめでとうございます。お兄ちゃんもね、仲良くさせていただいてるお友達なんですけど、すごいね、公平
人間戦に抽選させていただきますんで、ちょっとね身内な人が多いなっていう気がするんですけど、あのツインフック、お兄ちゃんおめでとうございます。じゃあちょっと次10人目、ですね、最後ツインフック最後の人です。ですね、はい、大阪府の太田さんです。太田さんはですね YouTube に出たことがあるので、多分遡っていただければわかるかなと思うんですけども、太田さん当選しました、おめでとうございます。これでですね、一応サンゼロフック、オリジナルサンゼロフックの10名の方は決定ですね。でそのまま次ですね、じゃあステッカー行こうかな。 X ブレードさんからいただいたステッカー、これあの X ブレードさんの方に許可いただいてやらせていただきます。多分これは最初に出すね、ドカットサイズのステッカー、こちらの方3名から抽選します。ですね、じゃあ行きます。はい、東京都のトモさんです。トモさんおめでとうございます。トモさん最近まで宮古島いらっしゃいましたねあの送らさせていただきますのでおめでとうございます。じゃあトモさんはこれ S って書いておくか、ステッカーはね。はい、トモさんステッカーです、おめでとうございます。はい、じゃあ2人目、お、来た。ですね、はい、ちょっと書ききれなかったんで、あのこんな感じになってますけど、大阪府のアキラナンバーワンさんです、おめでとうございます。アキラナンバーワンさんですね、おめでとうございます。次がですね、これこのドカットサイズのステッカーさ最後の方ですね。はい、神奈川県の水野さん、あ、水野さんですね、実は今日出戦中止になった、今日ですね乗船予定だった方なんですけども、多分宮古島にいらっしゃってないのかなと思うんで、おめでとうございます。お、やったーって感じの方が水野さんなのかな、ちょっとわからないんですけどね、インスタのアカウントだとね、どなたかわからないんで。じゃあこれで X ベイドのドカットサイズのステッカーは終了で、これが多分これは多目的ないろんなところに貼ってるのかな、なんか別の、ケースサイズのあれなのかもしれないですけど、わかんないですけど、この3つも抽選させていただきます。はい、じゃあですね、はい、愛知県のハイドさんです、おはようございます。愛知県ハイドさん、皆さんね、いろんなニックネームつけていただいててね、結構なんかね、いろいろ見させていただいて楽しかったですね、すごいね。じゃあ次2人目、はい、大阪府のクリちゃんさんです、おはようございます。あ、クリちゃんうちのスタッフもね、おーって言いましたけど、X ブレードの、ステッカー長細い方の2枚目で、次3枚目最後の方です。お、来た、青森県牛医者赤ひげさん、おめでとうございます。青森県牛ひげ赤ひげさん、最近なんかちょっとね、チャットでやり取りしましたけどおめでとうございます。もともとね沖縄に住まれてたんですけどね、今青森県に住まれてます。はい、お客様です。じゃあですね、これで X ブレードのステッカーが終わりまして、次このキーホルダーなのかな、ストラップかな、 X ブレード、これはカバンとかね、なんかショルダーバッグなどにつけてもらったらいいかなと思うし、キーホルダーとしても使っていただけるかなっていうような、裏面に YGK という動画が入ってまして、で表こちら側に X ブレードってついてます。これ1名様ですね。はい、いきます。はい、埼玉県の C 号さんですね、おめでとうございます。 C 号さんおめでとうございます。ですね、ちょっと、はい、シーゴさんです、おめでとうございます。あ、アキラナンバーワンさんですね、どうもおめでとうございます。アキラナンバーワンさん、アキラナンバーワンさん、おめでとうございます。さん付けで言うとね、すごく口が回らないですね。じゃあですね、とりあえず釣り具道具の最後になります。次、じゃあこれ結構ねメインなんじゃないかと、これ要は YouTube の方で撮影させていただいて、紹介させていただいた X ベルさんのアシストフックを作ったら、プレゼントがもらえるよっていうキャンペーンに僕は応募したんですけど、その時にですね、いただくことができました。で、この P ライン、ジグマンウルトラ、のウルトラ2ですね、の 300m、90ポンド、6号の P ラインを 300m ですね、これ一つですね、これまた結構ね、目玉商品なんじゃないかと思います。いきなりちょっと追加されましたけど、じゃあこれ選ばせていただきます。はい、いきまーす。はい、福岡県藤吉さんです、おめでとうございます。藤吉さんおめでとうございます。ちょっと書かせていきます。いや、これ結構嬉しいんじゃないですかね。一番使う
ですよね。多分ハリーもそうでしょうけど、糸ってなかなかやっぱりね、 P ラインってどのラインで、ね、交換していいかっていうのがわからない商品なので、それをですね、あの当てると結構嬉しいですね。はい、じゃあですね、とりあえずこれで釣り具の抽選会は終わりました。なのであとはこの後ナイスキャッチコーヒーを20名様ですね、選ばせていただいて、最後にキーツマンゴーの、抽選をさせていただきます。でですね、これあの YouTube で今録画してるんで、 YouTube でもあのまた見れますので、自分が何を当選してるかをもう一度確認することができますので、こちらの方でもご確認ください。というわけで今当たった方1回全部戻します。はい、これがですね、この抽選会の違うところですね。戻します。はい、じゃあ一戻したので、またシャッフルします。シャッフルします。中でシャッフルします。じゃあですね、次はですね、すいません、下落ちちゃった。これはですね、当選のナイスキャッチコーヒー、これドリップバッグの3つ入ってるバージョンですね。これあの当選で販売してるんですけども、当社の方で販売してるこの、コーヒーのドリップバッグ3個入り、これをですね、20名様にやらせていただきます。プレゼントします。じゃあ20名様、引かせていただきます。ちょっとね、偏らないようにちょっと混ぜながらやりますね。はい、あ、すごい。はい、東京都トモさん2つ目当たりました。おめでとうございます。これがちょっとですね、あの当社の抽選会の違うところで、一人の方に複数当たるということがありえます。はい、じゃあコーヒー、これですね、トモさんおめでとうございます。これコーヒーの方は、まあ、赤いマークついてますんで、これでわかると思いますので、はい、こんな感じでついてます。はい、じゃあ2人目、次いきますね。じゃあいっぺんにね、何人か選んじゃいましょう。ちょっと一回中のね、どっかに隠れちゃってないのかとか全部ね確認しながらやります。じゃあちょっといっぺんにガスッと取ります。はい、ガスッと取りました。じゃあですね、はい、まず1人目、大阪府のガンジさんです。ガンジさん、おめでとうございます。最初に紹介しさせていただいたガンジさんですね、おめでとうございます。よいしょ。はい、じゃあ次いきます。ですね、東京都の、これなんて呼ぶのかちょっとね分かんないんですけど、こうえさんですかね、ニックネームなんですけど、こうえさんですね、おめでとうございます。じゃあですね、次、はい、お、また来た。はい、大阪府の太田さんですね。また2つ目の商品の、当選者が現れました。はい、じゃあ太田さん、おめでとうございます。はい、じゃあ次ですね、はい、来ました。はい、沖縄県宮下さんですね。皆さん、あの石垣島にお住まいの宮下さんなんですけど、おめでとうございます。あと送らせていきます。はい、じゃあ次ですね、はい、来た。はい、埼玉県のガーガー小川さんですね。ガーガーさんは僕の前に働いてた会社でよくシュノーケリングでいらっしゃってたお客様で、まあ、今でも僕の YouTube 見てくださってる、お客様です。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ次ですね、はい、大阪府のジュンピーさんです。おめでとうございます。ジュンピーさん、宮古島フリークですね。宮古島今回ね、コロナのあれ影響で来れなかったのすごい悲しまれてましたけどね、当たりましたよ、ジュンピーさん、おめでとうございます。はい、じゃあこれですね、はい、次の方、鹿児島県の福井さんですね。福井さんってもともと宮古島に住まれてた方で、今はちょっと鹿児島県に住まれてて、ちょっと名前が被るので、某有名なGT セント船長に見えちゃうんですけど、別人ですから、そこはちょっとお間違いないようにしてください。鹿児島県の福井さん、おめでとうございます。次ですね。はい、じゃあ、はい、兵庫県のトカラトカさんですね。おめでとうございます。トカラトカさん。トカラトカ。トカラトカなんですね、多分ね。トカラトカ、いろんなところに行かれてるということで、トカラトカさんですね。おめでとうございます。はい、次行きます。ですね、はい、じゃあ、ですね、すいません、ちょっとさん付けなんですけど、さんがついてなかったです。すいません。熊本県のクラさんですね。おめでとうございます。クラさんもお客様ですね。宮古島で G に釣られたことのあるクラさんです。おめでとうございます。
次のことですね、東京都のひなこさんです。はい、ひなこさんおめでとうございます。コーヒープレイプバッグ3個入り当たりました、おめでとうございます。今ですね、これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 か、11人なんで、あとじゃあ9人ですね。まずちょっとガサッといきます。ガサッといっちゃいますね。はい、じゃあ次の方、はい、神奈川県のサクさんです。おめでとうございます。神奈川県のサクさん、コーヒードリップバッグ当たりました、おめでとうございます。次の方、あ、また被りましたね。まあこんだけあると被りますね。埼玉県のシーゴさんです。引き続き、ドリップバッグも当たりました、おめでとうございます。あ、ひなこさんですかね。ひなこさんですね、おめでとうございます。はい、ありがとうございます、ね、いらっしゃってる方多分ひなこさんですね。はい、じゃあ次の方、愛知県のですね、ハイドさん、また、複数受賞者が現れました。はい、ハイドさんおめでとうございます。はい、次ですね、今度秋田県の茂木さんですね。茂木さん、僕は一緒にモルディブとかも行ったことあって、モルディブとかね、他に海外遠征2回ほど一緒になったことがありまして、昔からお世話になっているお客様です。茂木さんおめでとうございます。ね、ちょっと数えてないや、6、12、すいませんよ、2、4、6、10、12、14、10、あと5人ですね。あと5名の方いきます。5人ぐらい取っちゃったかな、オーバーしてもいいか、オリジナルだからね。じゃあいきます。はい、大阪府のやっすーさんです、おめでとうございます。やっすーさん、コーヒー当たりました、おめでとうございます。次ですね、愛知県の方多いですね。愛知県大阪府やっぱ多いですね。愛知県大阪府東京都。はい、じゃあ愛知県大腸さんです、おめでとうございます。大腸さん、お久しぶりです。はい、コーヒー当たりましたので送りますね、おめでとうございます。ですね、次、はい、福岡県の塩津さんです。塩津さん、塩津さんはね、ですね、結構メールでよくやり取りさせていただいている方で、主に通販でね、よくいらっしゃいますね。おめでとうございます。ありがとうございます。ですね、次、埼玉県のホリホリさんですね。ホリホリさん、今、宮古島いらっしゃるんじゃないかな、ホリホリさん。おめでとうございます。この発送に関してはどうするか、また後で連絡させていただきます。おめでとうございます。これで、ごめんなさい。あと1人か。1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 あと1人ですね。じゃあコーヒー最後の1人になります。誰だ、次最後当たるの誰ですかね。じゃあいきますよ。はい、奈良県丸さんですね。コーヒー最後の方、奈良県の丸さんです、おめでとうございます。じゃあこれで、コーヒーの、抽選は終わりになります。でまたこれ、また皆さん、当たった方全員を戻しまして、最後にキーツ番号の、抽選をさせていただきます。まあ、これはもう今の時期ですね、一番本当に特産品の中でも目玉商品です。で実際アップルマンゴーが宮古島有名なんですけども、やっぱり食べた人の感想ではキーツ番号の方が美味しいんじゃないかっていう方が多いぐらい、キーツマンゴー本当に甘みの強いマンゴーで、今までそのマンゴーっていうものをいろんなところで食べた方が驚くほどの美味しいマンゴーなんですよね。あ、進む平尾さん、あ、こんにちは。今どこですか、宮古島ですか、平尾さん。ですね、ちょっとじゃあ一回、じゃあまた皆さん中に入れてシャッフルさせていますね。今ちょっと手でね、ある程度シャッフルしてるんでバラバラになってるんですけど、シャッフルします。はい、じゃあですね、これで次で最後になります。これもう一度お見せしますね。手で触るのもあれなので、こうやって箱のまま、はい、大体ですね、人の顔よりちょっとちっちゃいぐらいの大きさ、だからこれ一つで2キロぐらいの重さがあります。結構重たいマンゴーなんですけど、でこれは食べ頃は今日が8月の3日なんですけど、8月の12から17日です。でこのマンゴーはすごく熟すのに時間がかかるマンゴーなので、
この緑のまま熟します。で普通果物って色がついて食べ頃になるんですけど、このキーツマンゴーっていうのは緑のまま熟していくので、12日から17日のぐらいの、食べ頃のタイミングを見て食べていただければいいかなと思います。じゃあですね、このキーツマンゴー当選者をちょっと今からじゃあ選ばせていただきます。じゃあちょっと店長に選んでいただきましょうか。ちょっとね、待ってよ、一回中のね、やつで挟まってるのとかないかチェックしますね。やる？ちょっと店長にやってもらいます。最後は店長です。じゃあうちの店長が最後引きます。はい、見ないでやる。これだ。はいはいはい、じゃあ店長が、選んだから、おすごい。すごい。はい、3つ目の当選になります。東京都ともさんです。ともさん、昨日まで宮古島いました。おめでとうございます。送らせていただきます。ありがとうございます。というわけでですね、これで抽選会終わりなんですけども、申し込みされた方の皆様にもちろんこのステッカーは発送させていただきますので、当選された方もされてない方も、しばらくお待ちください。でですね、実はですね、8月の1日の段階で、宮古島の人で郵便局員の方に1人コロナに感染された方がいらっしゃって、今ちょっと郵便局の配送が遅れている部分もありまして、若干その全体的なそういう配送系関係 の、 業務がすごい多忙になっているというか、止まっているところと集中しているところが分かれちゃっているので、若干時間かかるかもしれないんですけども、それに関しては、ちょっとしばらくお待ちいただく形になります。でこのキーツマンゴーに関しては、トモさんキーツマンゴーに関しては、まだ時間に余裕がありますんで、大丈夫だと思いますんで、そのまだ止まってない方の、配送期間で発送させていただきますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、はい、長々とですね、ちょっとね、次回からはプレゼント企画全部揃った時に申し込み開始しようかなと思ってます。ちょっと今回長々とお待たせさせてしまったのもありまして、これが一つの反省点というか、次また1000人1500人で増えてきた時にいろんな企画を用意させていただきますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでいいかな、今日はもうこれで終わりにさせていただきます。正直生配信はですね、動画撮りしてる時よりもね、数十倍緊張します。めちゃくちゃ緊張しますね。皆さんがね、これ今生で見てるってだけでもすごいね、やっぱり一人で喋ってるようで喋ってるような感じにならないっていうのがありまして、はい、というわけで、皆さん長い時間お付き合いいただきありがとうございました。この模様は YouTube の方でも、再度編集し直してアップさせていただきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、当選された方、皆さんおめでとうございます。当選されなかった方もステッカーをお待ちください。というわけで、森蔵でした。ありがとうございます。